いらっしゃいますか。
店的な中がいられるのでね、あのね、ここの商店街なんですけど、もう駐車場にね、車をどっちに来たのに、こっちに真ん中を通って、で、両脇を譲るんです、お買い物の。それをもう、4年前にね、やり遂げてきて、それで、僕はほら、楽天して、今回まあ、楽天してもね、僕は選んでもね、自民党権者に引き渡してやってもらうし、で、クリーニング屋の門田君は、僕のあの、消防団でほら、僕は上田のおんちゃんだと消防やれたり、ほんで、もう、みんなでまとまったら、こう行くか、こう行くか。ほんで、とにかく真ん中を通して、で、両脇がお買い物の駐車場。これはもう、選挙が終わったらね、すぐ、処理が作っちゅうし、警察にはこう行くぞねって言うちゅうしも、僕が楽天しとったら他の人に、ちゃんと自民党系の人か誰かにバトンタッチしてやってもらうし。で、それを動かしましたら、僕らの、体のクリーニング屋、と、この商店街の人というね、どっち向きか決めてた。それらしいね。まあ、うまいかったもんね。いや、そうだね。ここの人は、いつもおるし。選挙中はね、中に入らない。大変です。あ、こんにちは。あ、声が大きく聞こえた。ね。
で、選挙がね、5月中だったら、誰か自民党かなんかの他の人に渡してやってもらうんで、警察とは協議をしてね、ここがまとまって、こう積むか積むか消えてもうたら、もう書類が作って、で僕が当選したら僕が、で僕が落選したら、誰か別の県会議員が、警察の担当者、それから公安委員会で協議をしてもらう、そこまでやってます、大体やってますから、はい、僕さんたちはあのどっち向きか、まとめてください。で、体のクリーニングは、まあ、僕は消防で上田の置いたんだと、大丈夫ですよね、ずっと。ほんで、体のクリーニングやるの頼むし、まとめてください。よろしくお願いします。はい、この前をね、どっちかうちの一本通行ですね、で両脇をお買い物の駐車室というのを選挙後にすぐ見渡したんですよ。僕は当選とか僕がやるけど、真ん中を通ってね、一本通行です。両方に車が止めても、お買い物客が大丈夫です。真ん中を通ると。両脇は駐車場、駐車室で、ここに止めとってもね、買い物して、喫茶店でコーヒー飲んで、ちょっとあのお菓子取って帰るのは多分。そしたら向こうは遊びに行くと、おったら多分。で、商店街が、こっち向き合い、あっち向き合いっていうのをやってみるから、いろいろ3円箱で、ここと、それから生とこれってできる。ここと3円側で、4年前、7年前、4年前と、これでも大体持ってもらってないんです。これで計画は僕もちょっと話してきて、そういうのもあるんですね。僕は4年前楽天でやったんですよ。で今回楽天したら自分とかないかなと思ってたりから、もう友達がやってもらうし、まあ僕は当選した方がやってるんですよ。そうそうそう。で、まあまあ、けどもこれはね、すぐにね、やった方がいいと思うんです。だから、どっちか向きかにまとめていただいて、真ん中で。で、それでも、いやいや、もうそれは今のままでいいんやっていう、今の人だって。一回やってみたらな。どこですか？地方の、高知だけじゃない。全国的に。